承知の便にあるなことし、俺まあ全く生来知ってるっていうね、そういう便縁ある人もあるけど、まあそういうのと同じように、その生来こういう実物を入手な、入手なないっていうそういう習いがあるわけだね。大円観と同時と同所をせるか、同時の大円観と同所をせるか、何これ、大円観と同時と二つに分かれる以前、 まさに前後章もあるけど、ね、前章と後章っていうのがあるから、ね、これね、これいずれが前か、いずれが後か、そんなことは分からない。実物としては前後一枚、これをわざわざ前後、まさに前後章もあるけど、これ前後章 等しく前後分かれる時点のところの前後、これについてもそのメンダーさんの注意もある。いずれが前、いずれが後なるぞ、前後一枚になれても格のごとというような注意が出る。大円観はすなわち諸物の不読ない、 こういうね、この細分にね、生命の実物っていうね、大円の諸物の功徳、全くね、功徳、まあ、なんか特別の功があるか、そうじゃない、全然一人の一つの塵の赤もついていない、ね、全く純粋に あるの苦毒。それから、その、諸物大円観、内下、下へなし、両人道、達見、皆掃除、この下についての話や、そこから言われる、ね。この鏡、内下に曇りなしというは、外に待つ、内にあらず。 内に曇れる、外にあらず、内だ外だってね、これ内外分かれる以前がこの大円観で、面配あることなし、これ全くその鏡の表と裏とってそういうもん、で両方同じく特権がある、 真と元と相似たり、内に映る影も外の形もどう特権だ、全くもう生命の実物だ、で真と元と相似たり、まあ、普通はね心は内、それから目は外と、こう思って、そうじゃない、これもね 真と元と相似で一枚、全く真と元と言ったってね、さっきも言ったように二つに分かれる以前っていうところから言うとね、真と元ってもっと一つだ。いやあの、私は毎度言うけれど、今私が毎日宇治川辺に散歩してるんでね、こう これ何楽しみで散歩してるかって、雲見ながら青空は青空で楽しいけど、雲はあそこでまた楽しい、外にこの入梅時の、あのちょっと晴れてる時の雲ね、これ思わずね、本当に60、70になってる、こういわば卵巣がこう 晴れ込めてね、そして降ってる時はそうわからない、ちょっとそれが晴れ間があってするとね、こう雲がこう
あってその上にまたこうあってこうあってってそういうのが60、70を数えることができるんだ。皆さんそんなの知らないだろうと。空見上げたことないんだ。だからこれ本当にね、この空を見上げてもらうのが本当に面白い。で、今ここにも出てくるけど、掃除というのは人と人に合うない、ね、私なら雲と雲が合うないって言いたいことだ。本当に雲と雲が出会う、これ以上掃除だ。それでもってこっちは乾雲だ、こっちはね積雲だってね、適当な名前つけるって、名前以前っていうとこから見たら同じく雲だもんね。これ第2回だ。真と元とって言ったってね、真と元とって、ね、目と心とって言ったって本当は分かれる以前とこから見りゃ雲と雲だ。その点ね、一切分かれる以前、国の実物っていうね、その国の実物のところにこの図からね、内下がある。それで両、その国の実物のところにこの図から内下がある。震源がある。病人があるわけだ。これ全て国の国だから二つに分かれる以前ですよ。その二つに分かれる以前のところに出た一面じゃなくて内下がある。それから震源がある。それから病人がある。それで内下下へ、そういう内下震源病人というのから言えば内下下へなしで病人道徳権震源みんな愛に返す。だからこの国の身がただ映ってるんです。それが大円観、全く国のところに身が映ってる。そういう生命の実物ということです。いや私があれでしょ、雲っていう詩作ったね、皆さん私から何遍も聞いてる人もいるけど、聞いていない人もいるから一応ちょっと言うと、天地いっぱいのところから突然として浮かび、天地いっぱいのところへ骨然として消えていく雲、ぼんやりと漂う髪、微笑んでいる雲もある、淡々として流れ飛びゆく白雲もある、黙々と湧き立ちかか対象するもある、たちまち代々及んでどうするもある、ひとひとと潤す春雨もある、亀だれとなく長雨もある、深い石島の中に開口する雪雲もあり、増音に満ちて荒れ狂って山の台風もあり、すべてを圧殺せんと吹き去る猛吹雪もあり、そしてすべての雲を流出させ何ともない、ただ深い青空となることもあり、天地いっぱいのところから突然として浮かび、天地いっぱいのところへ骨然として消えていく雲、雲こそは生きとし生けるもの、ありてあるものの原型、天地いっぱいこそその生命なのではないのか、こういう詩に作ったことある。結局ね、全てさ、生命実物、その生命の実物のところは、その生命の実物も骨然として浮かんでくる。
突然として消えてくる。それで言いながら、もうこれだから国の実物なんだけど、その国のところに実が現れてくる、映ってる。この映るというところが円環で、たとえうちの共同、だから真と元と愛みたい、掃除というのは人の人に会うなりと、まあ今言ったけど、人と人っていう、これ大円環の人と人だからね、これはあの諸物の唯物、用物のこと、唯物は仏と仏とっていうね、これはまあ人と人で会うみたいな、もうほぼ燃えてるところに、あのまたマッチのあれを入れたって同じ日だ、あまた水と水、これみんなね雲と雲と同じものなんだよ。たとえうちの共造も震源あり道徳権あり、たとえ外の共造も震源あり道徳権あり、いや今鏡のうちにある真も源もだから、鏡の外にある真も源も生命の実物としてはですね、これらその内で真言全く一体だ、国だ、そして道徳権道道だ、そういう鏡なんです今ね。で今現前出る恵方消防共に内に掃除なり外に掃除なり、これ我々私がいつも言うけれど、この恵方消防というのはね、消防というのは過去の続きとしてそのこういう肉体心身を持っているのが消防ですね。だから過去の続きとしてその消防が今こういう国土、世界国土に詰まっているのが恵方で、これもね恵方と消防というけれど、これを2つに分かれる以前のからや不利なんですね。それを私はいつも言うけれど、この私っていう自己はそのこういう世界を生命体験するところに生きてる。だから世界はその私的にこうそういう生命体験されるところにある。だから見る私と見られる世界とってね、別物じゃない。いつも全く実物として分かれる以前、生命体験、刻々今生命体験する実物において雑がね、これを映ってる。だから今現前せる恵方消防共にうちに相違ない、あのいかにも私は私みたいに似てる。それから外にある世界は外にある世界に似てる。それだけ。で、我にあらず彼にあらず。これは常人の証券なり。その大切なのは我と彼と分かれる以前の実物だ。我にあらず彼にあらず。これは常人の証券なり。両人掃除ない、そういう生命の実物である。両人が証券して、両人が掃除して、で彼も我と、我も彼とある。西アジ禅師の経典に書いてあったの、私の目の前にあなたがいる、これはお互い同士だってそりゃそうだね、あれ面白かった、私の前にあなたがいる、これはお互い同士本当にお互い同士真と元と皆相似というは、真は真に愛みたい。いやこの真と元と相似って言うけど、もっと根本的には真と真と似てるんだ。だから元と元は元に似てるんだ。つまり真と元と分かれる以前、まあ雲を考えたら分かるね、その
경우가 경우는 아닙니다. 그러니까 뉴도금과 뉴도금은 아닙니다. 그런데 뭐또 공포가 있다. 그모와 그모는 아닙니다. 本当に つまらないね 地上のことを世間のことを見るよりね、踊らみたいに雲に見てて面白いから本当に<笑>おすすめするが<笑>で掃除は真言なんだけど、もっと根本的には掃除がもう似てるってことが真言なの。これ座禅師ね、 中に書いてある。こういう池を上に見たり、鳥飛んで鳥のことして、ね、書いてある。本当に、水着をして地に徹して、こういう池を上に見たり、その、まあ、水が透き通ってて、お魚、動いてるが、人間にお魚に似てるんだ。<笑>あら、そら、 空空飛行して天に飛ぶ鳥飛んで鳥のことしてね、この空見てる、その空に鳥飛んでる、だから鳥に似てる。何、魚、鳥ってもう決まったもんがあるんじゃないか。今少なくとも我々が、あれは魚だ、あれは鳥だって、これ概念の話だね。生命の実物って言ったか、 言うてんから言った、魚よりてんわんに対して、鳥飛んで鳥のごとして、そういうことが本当だ。で、掃除は真言ない。結局、真に似てるから真と言う。現に似てるから現と言う。例えば真言、おのおの掃除と言わんがごとして、結局、真と現とっておのおの、真は真に掃除してる。 現は現に掃除してる。いかならならんか、真の真に掃除せる。これ、それがそれに似てる。ね、結局はね、国の実物ってのは、ふらへ行くと。ただ、ただ、 そこへ如来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 
そこへ行かずも、この、
酸素は酸素、毒素は毒素としてね、移ってるで、いかならんかこれ弦の弦に相似なる、いわゆる道元弦下なる、道元が目にさえられる、目が目にさえられるっていう、これはそのただ目だけっていう、目は目だけだ。人実法界社門の一石念という言葉があるけど、何もこのこのあらゆる全宇宙全世界だね、これ俺の目の玉ということね、これ目は目だけだ。それでそういう生命の実物はこれなんですね。そこへいかにこうそういうこれ大円環ですよ、これが大円環なんだから、この大円環を通してさっき言った鏡ってやつは、その鏡を通して自分の姿勢を整えるということがあるんだからね。そういう大円環を通していかにその自分の生きる姿勢を整える、これは真の主観だね。その主観、これの深さ、その大円環を通して何か別のものが出てくる、大円環そのものに深まる。これ深まるって言って、浅いと深いとってね、二つに分かれる以前ね、深まるっていう言葉を使うけど、浅いと深いにも分かれる以前の深さ、そういうところに深まるって言うんだからね、話は本当にね、あれだね、単純な人には分からない神様を仏さんお賽銭あげて拝むと御利益が来るっていう、その程度のね、人には分からない話で、これはどうぞ。でそうじゃない、これも生命の実物って俺自身なんだからね、俺自身の生命の実物の深さの中に深まる言いながら、その深い浅いの雑に分かれるんで、そういうところに深まる、そういうこれ、ね、今死の道徳、そういう深まるっていうのはただ深まるだね。まあもうあれだ、もっと言いたいことがあるんだけどまあ今先進むと、今死の道徳する終始格のごと、これ初めて宗家難題尊者に無言する本由なり、本当の由来だ。この終始を念故してと取り上げてます。大円環の仏面素面を山岳すべし、そういう大円環、この終始を取り上げてですね、今大円環ってそういうもん、そういう仏面素面をよく山岳しながら、故郷の眷属なんて、我々こういう故郷のね、眷属、一族なんて、あれはね、仏道修行者としてはこういう、鏡をね、鏡とします。いや、その本当に脳の姉妹をするね、私は一遍記者でもって川村能楽堂の息子さんと一緒に祈り合う、隣同士に祈り合ってことある、舞台の上へ出てくるっていうのは大
大変だしね。能面つけるとね、真っ暗になっちゃうんだ。そう言われてみたらそうだね。能面っていうのはね、開いてるのは瞳の目の黒目だけが開いてるんだ。そうすると、これ目がこうこれだけ開いてんならね、眼鏡ぐらい開いてんならこれよっぽど見えるけど、黒目のとこだけが開いてるんだとするとだ、真っ暗になってほとんどわからないんだっていうね。置いてもって、こう、なんていうか、出てくときだ、もう足数でもって歩いてるやん。どこまで来たらこうね、 決まって、分かって、真ん中に出てくるわけじゃないらしい。だから、そして真っ暗なんだから孤独だっちゅう。これも言われてみて、そうだろうなと思う。その能楽堂の坊ちゃんだからね、お父さんもそばにいて、兄さんもそばにいて、演じるわけだけ全く、 自分一人の世界で、自分一人がやらなきゃ、そしてみんなに見てられるんだから、これは孤独です。大変だなって私も思う。あれでちゃんと脳の舞台へ出てくときね、全部脳の消毒をして、その機械の間に大きな鏡があって、そこへこうしばらく 座ってね、そしてきちっと心を落ち着けてから出ていかれるようにするんだという話聞いたことあった。本当にね、仏道修行者として言ったら、今鏡って言ってもそんなに頂上したその辺の鏡じゃないんです。今こういうような全くその 複雑な深さの感だね。これみんな、あれなんだと思うんです。人生、生命っていうのはそういう非常に入梅時のね、雲のように何重にもあって。だからこれみんな人生っていうのは本当にどういうもんかって考えられないね。これ空でさえも見ない自分だから、自分の人生っていうこと、外野見ないで、 それでめちゃめちゃなこう、戻してる。本気になってそういう、この雲もこう、何重にもある。そういう雲の、そこに青空があるんだって、そういうところまでよくね、知って、そういうところに深まっていかない。今、この、神っていうのが、今は仏道修行者としての神。 そういう複雑なもんで、もう一つ、いや、これは短いからやっておくと、第33層体感前者、達成大梅さんの発跡に工夫せしとき、碧所して祖師に呈する下日は、菩提元と受なし、明朝また第二から、 本来無一物、いずれのところにか人内あらん。力あればこの道種を学習すべし。体感構想の人、これを古物という。伝語伝理曰く、軽視す、早慶は真の古物。力あれば知るべし、体感構想の名教を示す。本来無一物、いずれのところにか人内あらんない。 名教、大にある。これ、妙脈あり。工夫すべし。命名は、皆名教なり、かるがゆえに名教大や名教だという。いずれのところにあらざれば、いずれのところだし。万や鏡にあらざる一人は、人事法世界に登れらんや。鏡にあらざる一人の鏡に登らんや。知るべし、人界は、 人説にあらざるなり故に孤狂面なり。
体幹エノーデンジですね、6層インドから数えると 33歳。かつて大梅さんの骨石に工夫をせした。これも話も有名で知ってる方たくさんあると思うんですが、六祖大師は若い頃お父さんが早く死んだんで滝に言っておかずに養ってね、 コロナ大武者寺の二松橋というコンゴ町の寮、モンさんが読んでるのを聞いて、それで、あれして、モンさんがあるっていう、タイマン公認禅寺のところへ行って、言ったと。モンさんに来てほしいって言ったと。これは、公認禅寺は、まあ、米でもついてろって言われて、米付きで、 入れられて、米ついて。ところが、その頃、公認禅師は、次に、6代の、絵法をね、一人、6代目の人に譲りたい。それで、みんな、芸を作らした。 絵を作れ。それでいい絵が当たらん。絵法を譲るから。ところがみんな、作れない。どうしてもから、一番、定石にある、人衆浄土。人衆浄土さんに頼むよか、しょうがない。そして、人衆浄土も、俺が作るか、しょうがないかってわけでね。それで、 にやこれも大事。心は名教大のことし、指揮を務めて、忍耐をして、聞かしむることなく、そういう芸を作って、書いた。そしたら、公認大師が出てきて、なかなかいい。これで修行すればみんな、 一応得ることができるであろうということになった。それで、みんなが、その一三の人が、いや、これを大事よ、心は妙境大のごとしって言ってね、言ってた。それ、米付きであれ持って、絵能が聞いて、それなんですか、しょうがないのかって、あんな人衆様が作ってあげた。そしたら、じゃあ私も一つできたから、 それに並べてちょっと言ってください。書いてください。私字書けないから。そして言ったのがこの菩提元を受らし、名教また何や、本来無一文、いずれのところにか人内あらん。でな。力あれば、この道種を学習すべし、体幹構想世の人、これを古物という。縁語伝理が、 性質、多ければ真の個物と、まあこれ、体幹構想っていうね、まあこれは素晴らしい人。力あれば知るべし、体幹構想の名教を示す。今、大円館の話してるんだからね、その故郷の話してるんだから、体幹六層の名教としては本来無一物。 いずれのところにか人内あらん。そしてしかも名教大にある。これ、妙幕ある。工夫すべし。大体ね、本来無一物で、どこにも塵のつけようがないじゃないかっていうのが、大観禅寺の縁観だ。故郷。で、名教大にある。 名教って言ってもね、そんなコロッとしたもんあるもん。古物存在としての神じゃないんだ。ね。で、そうじゃない。命名は皆名教なり。一切が命名としてある。その一切、一切処方が明らかにあると、そのことをそれ自身がね、
勉強もう今こういう名教だこれは暗い不幸のところに如来に汚してる一切命名としてねあるそれそのものが名教だカルガイエに名刀来や名刀だと名刀でやってきたら、うん、これはまあ臨済録に出てくる慶応賞の言葉で名刀来や名刀だ安刀来や安刀四方八面来や天風だ虚空来や天下だっていうね何でもかんでもぶっ壊せるなんかゴロッとこう名刀っていうね一つのゴロッとしたもんとして出てきたらこれはもう他逆しなきゃな安刀っていうんだよね言うんでも出てきてもこれはもうぶち壊せない何にでも一つゴロッとして出てきたらこれはぶち壊さないよあらゆる一切分離以前なんだからね一つのものとして出てきたらもうみんなぶっ壊しちゃうでいずれのところにかみんなやらんちゅうけどいずれのところにやらざればいずれのところなし本当はいずれのところでないところはどこにもないんだまあ東京だ京都だニューヨークだアメリカだ日本だって言ったって名前だけの話です結局は人間のつけた名前だけの話本当はいずれのところだ実物はいずれのところっていうようなしでいずれのどこでもここでもいずれのところだからいずれのところにあらざればいずれのところだ万や神にあらざる一人の十方人十方世界に残れらんやいや本当は神にあらざる一人の神ばっかりで神でないこれもう本当にこれこういう不来不幸の如来如っていうねような神ねこれだったらもう神ばっかりで神でないものはないもんでそこにそのなんか一つの塵が残ってるそんなこと神にあらざる一人の人立法世界に残れないんや神にあらざる一人の神に残らんやいや神でない一人っていうのがねその神にこの神の中にこれだけはっつってね何か残っていたってそんなことはない知るべし人海は人説にあらざるなり生命の実物ってこれはもうこういう暗い不幸の如来如幸っていうねそういうとこから言った人説にあらざるなり人説っていうのはね、まあ仏教の普通の言葉としては無数の国土のことというか塵みたいにたくさんあるということなんだけどここではまあ実物を善なするたくさんのものっていうのはねそういうものがないっていうこれでただ一つのゆえに故郷面になるこの故郷面っていうのが大切だね結局今日話した全ては故郷面だこの暗い不幸如来如幸この故郷面これがあれしたらこのその時にどうするかってただ痴漢以外ない我々座禅するって天地いっぱいの命だからそうしたらただ座る座禅十箇所ないこれ何か天地いっぱいじゃなければ座禅して何とかしてその悟りたいと思ったり何とかして体丈夫にしてみたいと思ったり頭良くしたいと思ったりするんだねところがもう天地いっぱい我が命どこも人無人海全部その生命入りの生命実物だっていうところで
これはもう、なぜ一つでもただ座る座禅になりない。そして座禅というのは、それじゃあ座禅というのは何にも不動かっていうと、そうじゃないね。もう命の実物も冷め冷めるよね。これ生命なんだ。生命がそれ生命それ自身冷め冷めてる。そういうところ。不可あの全く故郷面で同一面でありながらその中に深まるところは深まっていくんですよね。だからそういうのね、あの如来如故のプライフォの如来如故。それが非資料っていうのはね、非資料っていうのはね、資料、不資料、それをこう飛び越えた。資料亭をし、いかんが資料をせん、不資料亭いかんが資料をせん、非資料。人間の頭に、ただ、しかん、そこへ深まって、冷め冷めるという意味。結局今そういう故郷面を我々本当に自分にねあれしていかに自分の生命を深めていくかって話だね。でももっとこれからの故郷の話ね、もっとまた深い話が出てくるわけ。今日の話は